余計なことは思い出さない方がいい。は？その方がお前のためだ。てか誰だよお前。お前だって。お教えない。なんでだよ。あいたあったあったあった。なんだったんだあいつ。あの人どっかで。お前の知り合いか。いや、そういうわけじゃ。けど妙なこと言ってましたね。ああ、なんか余計なことは思い出さなくてもいいとかなんとかって。うわあ、またこいつらか。どうします。ちょっと待て、おかしいのがいるぞ。何やってんだ、ハニーズか。俺はバナザット師匠に弟子入りしたんだ。バナザット？さっき貴様らを蹴散らした偉大なお方や。宝持ってるやつですよ。おい、そのバナザットってのはどこに。黙れ、この聖なる聖域を汚すゴミどもよ。このスーパーワイルドなワニズカ様が成敗してやるぜ。聖なる聖域って意味が重複してますよ。そうなんだ。アホなんだよこいつ。誰がアホだ。うわっ、うわ、お前ら、ここは俺に任せろ。すげえ、もう兄貴分みたいになってるよ。この野郎。うわっ、やれ、うわっ、やれ、どうだ。強くなってる。師匠、弟子してよかった。違う、俺が弱くなってんだ。また調子悪いんですか。ああ、ってことは近くにバーザットがいないみたいですけど。おっさん、もう終わりか。ならとどめを刺してやるぜ。一体何を。地球のみんな、俺にほんの少しワイルドを分けてくれ。あれ、あ、来た。で見たことありますね。来た。元気玉のパクリだな。でも止まらず出てませんよ。あいつの頭の中にはできてんだ。ちょっと痛い人ですね。よし、行くぞ。危ない。させるか。あ、俺のワイルドボールが。こいつをやるのは拙者だ。そう、この聖域を荒らす奴らは何人たりとも許さない。この野郎。最初はこんな雑魚じゃ相手になんねえ。なんだと。お前ら、うん、ちょっと遊んでやれ。うわ、さあ来い。確かに先ほどとは違うようだな。この首飾りが俺に力を与えてくれてるようだぜ。あ、ということは間違いねえ。あれがクロマの性癖だ。あれがあの人の生命エネルギーを増幅させてるんだ。はい、マジつか。その首飾りを渡せ。なるほど。じゃあ、どうして。なるほど。なめやがって。じゃあ、はい、止めて、受け流す。あの人って強かったんだ。ここらが限界みたいだな。おい、どういうことだ。お前の目的は宝じゃないだろう。お主は拙者を軽く見ている節があるからな。こうすれば拙者と真剣にやり合うしかなかろう。いや、真剣勝負って言われても今アーマーの調子がある。さあ、派手に行こうぜ。話し合いとかにできない。できない。あー、ちょっと待って。いやー、マードン来た。来ちゃった。なんでここに。いや、天内くんが心配になってね。ちょっとした親心だよ。どけーあいつ。おっ、うわ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 っ。よし、とりあえずどけ。え、おい、そいつは俺んだよ。あ、そうなの。あ、こら、あ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 、今の首飾りが宝だったんですよ。え、先行ってよ。もう普通返しと思わないでしょ。じゃあ追わないと。待て、拙者を小馬鹿にしよって。貴様、何者だ。あなたこそどなた。拙者か。拙者は大泉さん。感動したって違うわい。拙者は忍者だ。ノリの良い忍者さんですね。拙者は忍者界に革命を起こし、これからの忍者界を背負って立つ男よ。それはすごい。そんなすごい方がどうしてこんなところに。その男を殺しにやってきた。そうなんですか。うちの天内のためにわざわざアマゾンまで。それはそれはすいません、大変だったでしょう。それが仕事だ。いやいや、痛み入ります。私、天内の上司の白石と申します。何やってんですか。早くワジズカ追わないと。あ、治った。早く。待てー。
もっと やりすぎですよ白石さん。だってこの人天内くん殺そうとしてんでしょ。いやそうだけど。情けなどいらん。殺すなら殺せ。うわしかしよく動きますね。あなた才能ありますよ。何？どうです、うちの会社に入りませんか。あなたならすぐにランク S のトレジャーハンターになれますよ。ブライアント社？ああ知ってます。どういうことだ。え、なぜなぜお主が拙者の邪魔をする。だって天内君。おかしい、おかしいぞ。だってお主は拙者のクララが立った。さあ何です、どうなってんだ、わけがわからん。貴様、お主らの叶う相手ではない。一旦引くぞ。はあ。ありがとうございます、助かりましたよ。いや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 、ところでどうして白石さんがここに。うん、まあなんていうか偶然通りかかってね。なわけないでしょ、ここアマゾンですよ。偶然通りかかるわけが。だからさっきも言ったじゃない、急に君が心配になってね、ちょっとした親心だよ。なんです。またもうなんだ、彼らは何を怒ってんだい。いや、さっきですね。なんだ、もう違うだろう。お前らを痛めつけたのは俺じゃなくてあの忍者どうだろう。大体お前らはなく、こういう石の玉って宝探しのお約束なんですか。ダブダブ、もうこういう時こそ我が社のアクティブアーマーでしょ。パワー全開すればこんな石の玉くらい。そういえばなんで白石さんアクティブアーマーを。だって熱いじゃない、群れの嫌いなんだよ。何言ってんですか、アクティブアーマーはブライアント社の人間にとって命綱でしょ。どうします、逃げるに決まってんだろ。逃げる、逃げるぞ何やってんの、早く逃げる。待った、何です。気がつくとすっかり原住民に取り囲まれてる。いや、やばいな。はい、汗だくになっちゃったよ。やばいぞ、どっちですか。ちょっと水浴びしてくるから、あとよろしくね。ちょっと、白石さん。もうこうなったら、どーんと来い。